ジシャンガール、ハンブレッダーズ、ザ・ソングバーズと2回にわたりお送りしてきた関西出張三部作が今夜完結。3組目は神戸密着型のこのバンド、ブノーモーゼスです。今回紹介するのは2015年神戸で結成した現役大学生4人組次世代ロックバンド、無能のモーゼス。ボーカル若月の爽やかでストレートな歌声が青臭くも少し垢抜けたサウンドに乗って六甲山へ軽快にこだましていきます。そんな彼らに今回やってもらうのは、事前に打ち合わせをさせてもらって何かやりたいことがあるということなんですけど、ああなるほどなるほど、実は今回事前に行った打ち合わせで3つのリクエストを受けていたんです。はい、今日僕たちがやりたいのはじゃじゃん、こちらです。1つ初グッズを作りたい、2つアーシャを撮りたい、3つ弾き語りをしたいということでございます。ということで今回の内容をまとめると、神戸出身バンド無能のモーゼス、地元神戸で一番神戸っぽい場所で新アーシャを撮りたい、ついでに初バンドグッズも作っちゃって綺麗な景色の中で弾き語りもしたいスペシャル。まだ世の中では知られていない次の音楽シーンを担う才能を発掘応援する番組、それが次世代ロック研究所ジロッケン。今回またまたやってまいりましたジロッケン全国出張特別編です。ということで今回はですね、ビジュアルに、こだわりを持ってオリジナルグッズ、アーティスト写真を、まあ、一新しようとするという注目のバンドをですね、取材してきました。おー誰だ、今回紹介するのは神戸が誇る夏のゴンゲシティパンクバンド、無能のモーゼスでーす。はい、それでは早速、愛菜ちゃん、かなちゃん、この VTR の振りの掛け声を神戸っぽくお願いします。愛菜、ね、いくよ、はい、VTR ミラッコーさん。うまい。まず何からやっていきますか。まずそうですね、アーシャを、これまでのアーティスト写真がみんな真っ赤の赤い服を着て撮ってたんですけども、そう、昨年からライブスペシャルなど2度にわたりジロッケンに出演してくれていた無能のモーゼス。その際のメンバーの衣装を見てみると、確かに赤系統が多かったような。前回のアーシャもこの通り全員赤で統一されています。そこで今回はその赤からイメージをチェンジしたいとのこと。次のアルバムがカリーということでイメージカラーが黄色なんですね。なので、まあ、黄色をちょっと多少入れて衣装をちょっと新規一点ちょっと変えようかなと。ということで神戸出身の先輩バンド、キューソネコカミもよく来るという古着屋シカミカニコで衣装を探します。失礼します。テーマカラーは黄色、いい感じの衣装見つかりますかね。これはこれめっちゃカレーじゃない、これ見て、これめっちゃいい。早速店内の黄色いアイテムを漁り始めるメンバー。うわ、みんながみんなこれぐらい黄色にしたらほんまにえげつないことになるから。ああ、じゃあ俺黄色の引き算も。すると店員さんから、黄色のトレンチも。あ、うわ、あーめっちゃいい、あれめちゃくちゃいい。なんと真っ黄色のトレンチコート、まさに今回のテーマにドハマり。これめちゃくちゃかっこいい。あ、かっこいいな。めっちゃ黄色で統一できんじゃん今日。俺もじゃあそれぐらいの感じでいった方がいいんですかね。めっちゃカメラ目線。めっちゃカメラ目線。黄色アイテムを根こそぎ集めたら、今度はメンバーでコーディネート大会スタート。お前が好きそうなやつや一番。黄色でこんなにいいのが揃うと思わなかった。いや、これがこれですね。うん、これですよ。皆さんどうですか。いいですか。もうグー出ました。ということで。衣装はそうですね、見つかりました。すごくかっこいい衣装が皆
みんな揃いましたので、じゃあ衣装決めたんで次場所はどこで撮りたいですか。場所はそうですね、六甲さんのところで、すごいロケーションのいい場所があると思うので、六甲さんの上で写真を撮影したいと思います。全部で5着、締めて 33,470円のお買い物。いざ撮影場所の六甲山へ、とその前に、さざ波を揺らそうと遠くない未来の期待は甘いシュガー散りばめたら立ち止まる。決まり六甲山へ向かう一行と、その前にもう一個、やりたいと言っていたグッズを作りたいということなんですけど、はい、そう、忘れてはならない二つ目のリクエスト、グッズ作り。彼らにとっては初の挑戦ということで、並々ならぬ創作意欲があるようです。まずそのために、ブロードモーゼスのマスコットとなるキャラクターモーゼス君を作りたいと思います。ということで、まずはメンバー全員に思い思いのモーゼス君を描いてもらい、その中からグッズにするキャラを選ぶことに。オーケー、じゃあ完成で、はい、できました。場所、まずはドラム小先のモーゼス君。じゃあルイトのモーゼス君は、はい、モーゼス君はこちら。何これ、カエルやん。ゆでガエル、ゆでガエル。カエルでもないし。続いてはベース岡崎のモーゼス君。2番目は、ザキオはさ、どうだ、パンチは、パンチある。クソ、ちょっとザキオ行こう。さっきザキオ行こうじゃん。いや、もう何でもないやん、もう。これあれやろ、ピタットハウスなの。いいえ、違います、ヘーベルハウスです。さあ続いてギター小玉のモーゼス君。じゃあ小玉のモーゼス君はこちらです。これです。おあ、わかった。もうね、もうだよな。そうそうそう。あ、モーゼスのモーからインスピレーションをいただいて乳牛を描きました。ただの牛やな。ただの牛すぎるわ。最後にボーカルギター若月のモーゼス君。じゃじゃん。いや、お前それ普段のやつやん。いや、これはまあ僕が発明したヘノヘノモヘジならぬ無能のモーゼスですね。無能のでイコールがありつつ、モーゼスと、全て無能のモーゼスという文字からキャラクターを作りました。と、全員の案が出揃ったところで、この4人の中から誰採用しましょうかね。お、どうする。ちょっとでも僕らでは決めきれないところがありますね。ここは神戸といえば太陽と虎というライブハウスの、店長富士さんにいつもお世話になってるんで、マスコットキャラクターどれがいいかを富士さんに決めていただきたいと思います。ということで、六甲山に向かう前にお世話になっているライブハウス太陽と虎へ。私、あなたの知らない